ようこそのお運びでございます。ありがたく御礼を申し上げます。話の方はもうおなじみでございますが、御鹿のお噂でございまして、ある藩の家中のお方、お酒の上で口論をいたしまして、結果真剣勝負をいたそうなんていうことになって、酔った勢いで切り合いまして、お互いにそれがために命を絶ってしまった。ああ殿様は厳しいお子ごと、酒というものはまことによろしくない、これから世の藩では酒を飲まんようにいたせ、その方立ちばかりでない、世も飲まんぞ、禁酒をいたせ、よいか、なんて驚いたのは家中の酒飲み。それ以上びっくりしたのが出入りの酒屋さん。酒屋は一切出入り止めということになりまして、まあ初めのうちは気も張っておりますから、赤い顔をして御門をこぐるものもございませんが、だんだんしがらが立ってくると、いやちょいとはいいだろうなんてね、これがいけませんね。しまいに赤い顔をして御門をこぐる、中にはまたベロベロになって小屋へ戻るものもでしてくる。上役の方も心配をいたしました。さあこいつはいかん、これが殿様に分かるとまた偉いお子を遠く、何か良い策を講じよう。重役会議を開いて、その結果御門のところに番屋をこしらえますね。これでいちいち持ち込む品々なんてものを検査をいたします。誰言うとなく禁酒番屋なんて噂が立ちまして、どうも旦那様しばらくおいでがございません。案じておりまして、えらいことになりましたな。お屋敷はご禁酒、どうぞもらずお好きな方でいらっしゃいますのに、もう近頃はとんとおやりがないのでございましょう。いやそのようなことはない、好きな酒だ、飲まずにいられるか、いや屋敷で飲むわけにか、外へ参って飲む、だが赤い顔をして小屋へ戻るわけにならんのでな、冷めるのを待って帰るような始末だ、何のために酒を飲むのかわからんな。いやその方の店もとんだとばっちりを食って気の毒であるな。もうえらい災難でございます。お屋敷を当てにしてるところ、それが出入り止めでございます。もうこれは大変な打撃。いや心配いたすない、これもそう長いことでない、そのうちに揺れてお出入りのかなうようなことになろう。いやそうなくてはその方の店ばかりでない、第一身どもが困る。いや本日も飲もうと思ってな、小屋を出た。番頭、一生ついでみてくれんか。一生がすなみなみとついだやつを隅の方からキュー。ださん、いつもながらお見事ですな、息もつきません。とんと夢中だ、味もよくわからん、もう一升ついてくれ、よほど強い、二升耐えられない。いやおかげをもって良い心持ちになった。時に番頭、近頃もって無心であるがな、夕景までに身どもの小屋一升届けてくれんか、久々寝酒に用いたいと。とんでもないような人でございます。もうここで飲んでいただくのすらおっかなびっくりでございます。お屋敷は困ります。あの御門のところに番屋はございます。あれで一時調べられて入れたわけのもんじゃございます。こればっかり分かっておる、分かっておる、無理は承知だ。その方と身どもの中でないか、なんとか一生届けろ、しかと頼んだぞ。いえあの旦様、近藤様。困るよどうも、酔うと無理なことをおっしゃる。えなんだいねえ番さん、長年のお得意さん本当にお好きなんですから、なんとか一生届けてあげたいじゃありませんか。おそれはお前が言うまでのことはないよ、それは届けられれば届けてあげたいよ。今言うとるお前御門のとこに番屋があるんだ、あそこでお前調べられた、あの番屋をうまく通る方法がございます。
そんなことできんねん、この境になっちゃいけませんからね、ほら向こう余地に横丁にあの梅月堂あの菓子屋がございます、あそこへ行きまして訳を話しましてね、あそこの反転から何かそっくり帰ってまいりました。でこの頃あのカステラとお菓子が出てますな、いえ頂戴したことございませんが、あの檻の一番大きいの買ってきしよう。でカステラをすっぽり抜いときましてね、ゴンゴドックリュー2本箱の底にしのうぜ、で蓋をして水引きをかけてカステラでございこんなら分かりっこありませんよ、お前そんなうまいわけに、大丈夫です行きます、まあ一つやらしてみてくださいなんて、この男がすっかりこしらえ上げました。お願いでございます。通れ、いずれ参るか。近藤様の部屋に通ります。近藤氏、うん、なんだ貴様、へいってこない向こう横丁の菓子屋でございます、このカステラのご注文でございます。カステラ、労働役わからんものだな、家中切手の酒飲み近藤が酒を飲むことができなくなって菓子を食すようになったかな、いや変われば変わるものだ、菓子屋か、へい、よろしいございますか。いや待て、役目の手前手落ちがあってなら一応は取り調べる、その罪をこれに出してみろ。いやあのこれなんでございます、あの お使い物でございますんで、水引きを研ぎましてあとしわになっても困るんでございますが。何、使い物、新物か。ああそうであろう、今度も食すわけはないと思った、新物だ、あ良いか、改めにお呼ぶまい、うん、いや良いから持ってまいれ、え良いから持ってまいれ、ありがとうね、これも間違いなくカステラでございます、よっどっくり待て待てかしら、いやあの近藤様の、いや近藤氏のお小屋分かっておる、その方今折りをおっさんに妙なことを申したな、どっこいしようと申したな、カステラはさほどに重いものでない、怪しいやつ、その次をもう一度これを置け、これ出せ、いやあのどっこいしょ口癖でござんす、何でもどっこいしょですから、一服しようかどっこいしょ、そら寝ようかどっこいしょ、何を申しておる、もういいからこれに出せ貴様、うん、なんだこれは、へえあのなんでござんす、あのそれ得利でござんす、得利でござんすと済ましておるやつがあるか、今貴様カステラと申したではないか、うん、徳の中に入るカステラというのがあるか、それあのあるんでございます、今度あの手前どもの店でできました水カステラと申します何水カステラと申します、水カステラ、本番湯飲みがあるか、これ持ってまいる、いや大きい方がよい ただいま中身を取り調べる、水かステラだな、しっかり取り、水かステラご同役いかがでござるか、水かすれをしつよくそれにお気がつきましたな、うん、さようか、いやいやいや、しばらくやらんでな、いや恐れいる、うん、これは結構な水かすれでござる、良いに召しましたが手前まで一向に味がわからん、お脇になったらお菓子を願いたい、しっかり取れ、まだ調べがつかんぞ、いや町人などと申す者は愚かなものでござる、かようなことをしてまいればわからんと思うところがバカであるわいや水カステラとは昔おったわよなFuck.
ほら、かようなカステラがあるか、あのこな偽り者めが。確かにね、へい。どうして行ってきました。うまくいったのか。いった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 ってうまく運んだんですがね、うっかり口を滑らしたもんで墨をひったくらいちゃい、あれお前重みがちゃそれなんですよ。とっくりを出しちゃいました。おいおい、どうしてなんだと聞くんです。仕方がありませんから、水カステラ。水カステラ、茶を持ってきて二人でガブガブくらいましてね、かようなカステラがあるか、あの子ないつまでもらべ、確かにねってんで、さよならって。なんだよ、お前大丈夫だって受けやったろ。じゃあ何か偽り者なんて言われて、あの石を飲まれちゃったんだ。悔しいねなんて。ねえ、晩さん、じゃあ今度私お届けしましょう。よしよし、大丈夫ですよ。あっちは吉田みたいに檻なんて入れてきませんよ。とっくりのまんまぶら下げて、大ペンの大手振って持ってきますから。バカなこと言っちゃダメだよ。折り入れたって分かっちまうんだよ。それはお前とっくりのまま、いえ隠したりするからいけないんですよ。あっちはね、あの油屋になりましてね、油どっくりに仕上げて油でございます。この方が間違いです。まあ一つやらしてみてください。この次の男は一生どこに油塗って油す線をいたしまして、油の霜で首ったまいわくて、お願いでございます。ほれ、いずれ参る。あの近藤様の小屋へ通りがある。何、近藤寺の小屋。うん、なんだ人が。えい、手前向こうにもその油屋でござん。油のご注文で。何、油。うん、なんだ人の下げとるそのとぐりは。あ、これはの油とぐりでござんす。そのとぐりをこれ出せ、これをおけ。ですからこれはあの油どくりは分かっておる。役目の手前手落ちがあってならん、一応取り調べる。出せ。どさんの子。それは何ですか。はい、いや、じゃあどうぞこちら。そこのように前へ出すな。うん、いかにも油どぐりにはそういない。最前水かすたらの手前は視界取れ。ただいま取り調べ。しか油といつこら、かような油があるか、あのこないつばり者めが。帽子ばりにいたしてくれる。ごめんなさい。おいおい、なんだよ、草履を履いて飛び上がってくるやつがあるかい。違いした、うまくいったのか。あ、違いけばもうすーっと偽り者。なんだよ、お前も偽りを食ったのか。で、飲まれちゃったんだろ。おかげさまで。何がおかげさ、お前大丈夫だっすったろ。ご覧、2升飲まれちゃった。ばあさん、じゃあ今度私がお届けしましょう。およし、シャレにならないよ。盗っ人においせんってこと。お前言って、今度三条だ。いや、うちはあの、なんですよ、酒なんて持っていかねえんですよ。何、酒持ってきません。何持ってくんだよ。ですから、しょんべん。何、しょんべん持ってく。おいおい、バカなこと言っていいですよ。敵討ちですから。今度はしょんべんをしょんべんですって持ってくんですから。嘘偽りないんですからね。今度は悔しいからしょんべんの前、およし、バカなことやめなさい。いえ、敵討ちです。なんてん、若い連中も腹立ちない。寄ってたかって一生どくりしょんべんを仕込んじゃう。こいつを線をして首いったまいわくて、お願いでございます。とれ、いずれ参る。あの近藤さんのお小屋へ通ります。何、近藤寺ご同役、また参った証拠に。おら、近藤寺と、近藤寺のお小屋へ通ると申すか。何だ貴様。へい、手前向こうよ、ちょのあの向こうよ、ちょの
向こう横丁の何だ。向こう横丁の大稲荷さん。何あの正面屋です。何だ。正面屋です。正面屋ご努力聞いたことござらんな。正面屋何だ。貴様のその下げとるとくりは。え、これあの正面のご地をバカ正面を注文していかがいた。何だかよく分かんないっすわね。松の肥やしに出せい。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、ではどうぞ手押しのないようにごゆっくり。お改めの余計なことを押すな。余計なことを。実にどうもけしからんものですな。カステラと偽り、油と偽り、正面と偽りと言語道断でござる。近い取れ。ただいま中身を取り調べ。よいな。近い取れ。ご道や、今度はどうやら缶をして持ってもらう。だいぶ暖かいようで。いやー、噛んでよし、視野でよし。視界取れ、偽り者めが。ただいま取り調べる。なあ、しかないやつは、かような結構なもの、いや、不らちなものを持参を置いて、小便などたけたことを申しておる。貴様、棒芝居に行ったしてくれ。視界取れ。だいぶ泡立っとるよ。ら酒の性がよろしくないかな。それとも缶をつけすぎたか。いや、視界取れ偽り者めが。ただいま取り調べる。貴様、帽子ばいに出してうせ。けしからん、かようなものを持参ですからさばい、初めから正面ってどこ通りましたら、ら正面分かっておる。あの子な、正直者だな。